皆さんこんにちは、ダンです。ということで今日はもう久しぶりのゴートル動画ということで、早速ゲストを呼んでいきたいと思います。お願いします。ひろきさんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。去年のジャパンカップで、あ、そうです、去年ゴールドジムジャパンカップで、優勝させてもらいました松原ひろきです。その前がナバでしたっけ。その前ナバ出てたんですけど、2年間ぐらい。はい、まあ、ちょっとそっちの方は振るわず友人とかに勧められて、フィジークに転向したところを、まあ、一応優勝できたけど。いや、やばいですね。しまえば日本一ですからね。やばい、言ってしまえば今年から JBBF でやってくる。あ、そうです。初戦ちなみにどこなんですか。初戦は8月13日の東京選手権に出る予定です。いいですね、注目される大会なんで。はい、はい、頑張ります。ということで今回はですね、背中トレをやっていきたいと思うんですけども、メニューはひろきさんメニューでやっていきたいと思います。はい、でも早速いきます。はい、お願いします。お願いします。1種目目がアンダーグリップのラットプルダウンで、広背筋の下部全体的に刺激を入れていくイメージでやっていきます。2種目目お願いします。はい、次は上背狙いで普通にストレートのバーでラットプルをやります。3種目目ですね。はい、最初の1種目2種目目で背中の下背と上背を全体的に攻めたんで、次は下背の側面フロントラットと上背のフロントラットをこのマシンとまた別のマシンで攻めていきます。じゃあ4種目目はハイローのマシンにグリップをつけて、フロントのラットの上背部、上部を狙っていきます。次の種目、5種目目ですね。アンダーグリップでベントオーバーローやっていきます。それでは次ラスト種目ですね。はい、ラスト種目はプルオーバーなんですけど、このプライムのグリップを使って背中のこのライン、下背の方、綺麗に入るラインを作っていきたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様です。
いやありがとうございます。普段全然しない細かい意識をしたんで、なんか再度改めてちょっと背中のトレーニングのメニューを見返さなあかんなっていう風にめちゃめちゃ効きましたね。もう明日間違いなくもう筋肉痛来るであろうともう下背部まだ未だに残ってますもんね、ここに。明日来る、今日の夜ぐらいにもう来そうですもんね。ぜひ、はい、参考にしてみてください。参考に取り入れていきたいと思います、はいはい。なんで東京選手権ですね、次の大会は。はい、そうです、そうです。8月13日、オールジャパンのちょうど1ヶ月前ぐらいですかね。そうです。いや、お互い頑張りましょう、減量、はい、ということで、今回のこの動画は以上になります。以上、ありがとうございました。ありがとうございました。またよかったら、いいね、インスタのアカウントとかも載せてるので、ぜひ、備考欄見てください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では、See you next time! Bye!